師匠。はい。お願いします。ドン。夏子はんやないかい。やっぱしとかないと。夏子はんネタ持ってきてくれねやんけ。四つ葉のクローバーやな、いわゆる。はい。東京新聞。これ中日新聞にも載ってるのか。東京新聞にも載ってるの。そういうそっち系の新聞に載ってるな、なんせ。またこれ突っ込みにくいぞ、今日のあれは。でも突っ込むぞ。要するに、何も言ってへんやろまだ。いや一応入れとかないといけないから。ああそうやな、うん、要するに要約すると、要約やで、あくまでも、うんうん、車椅子に乗ってると夏子はんは、うん、だから時間がかかるんだと。はい。だから時間がかからないようにしてくれと。は？何をするにも時間がかかるんですと。はい。だから時間がかからないようにしてくれと。特に鉄道会社に言ってるみたいな。はい。一部の鉄道会社で導入しているように、全ての電車が車椅子でもすぐに乗れる構造に変わったり、エレベーターがもっと広くなったりすれば待ち時間は減るでしょう。そう簡単になるかいな。な、はい。まあそれ希望としてはまあ持ってもええと思うけどさ、時間が読めず突っ込みにくいなぁ。もう突っ込みにくいけど言うよ俺は。はい。もう叩くんやったら叩いてもいいけどさ、車椅子やししゃあないんちゃう。だってしゃあないやん。だってはい、そらしゃあないよな、あの、うん、普通に歩いてる人のようにはいかへんの当たり前やんけ、うん、もうそこはどうしようもないやん。え、言ってもしょうがなくて別に。でそれを、まあ、まあ特に鉄道とか公共性の高い会社なんかはそのバリアフリーとかを進めていこうと思ってるけど、そんなさ、全ての電車が車椅子でもすぐに乗れる構造には変わらんだろう。そらすぐにはお金がかかるやろうしさ、それはそのどこの鉄道もさ、JR でさえさ、儲かってるとこもありゃ、儲かってない、儲かってない路線の方がほとんどなんやからな、言っとくけど、特に JR 北海道なんか、めちゃめちゃ厳しいんやからな、財政的に。鉄道系の YouTube チャンネルとか見てたらよくわかるよ。俺、割と鉄道系の話好きやからさ、鉄道玉ではいかへんけど、たまに見てんねんけどさ、厳しいぞ、どこも。そんなさ、ところが、夏子はんもコラムを書かなあかんから、まあないネタをひねり出してるからこういうこと言ってんのやろうとは思うけど、うん、まあしょうがないやろそこはよ、ね、っていう雑なまとめで終わるしかないねんけど、だって分からへんもん俺その気持ちがさ。まあ気も怖い、想像することはできるけど無理でしょ。それはだから紀ノ宮駅みたいにさ、だから紀ノ宮駅みたいに無人駅にわざわざ行って不便なんだよって言ってさ、言いたくて行ったんやろうけどさ、紀ノ宮駅には。そりゃ紀ノ宮駅のなんで無人駅になってるかっていう話やん。だから採算が取れてないからやろ、乗降客が少ないから。まあ言ったらバリアフリーもそこまで徹底できてないっていう話、エレベーターもないってことやろ。だからなるべく隣の熱海駅で乗り降りしてくれませんかという話をして、だからそれはもう、なんつう、お互い様というか妥協でしょう、それは妥協というか、ちょっとうちもそうやって事情がありますんで、こうやって隣のね、紀ノ宮駅で降りていただけたらいいかもしれないですけど、そういうわけにもいきませんので、できれば熱海駅で降りていただけないですかねという話じゃないんですかね。それを無理やり言って、この無人駅で人が乗り降りできない駅でも簡単に乗り降りできるようにしろって言ったところで、それは無理な話でございますよ、夏子はーん。というわけで以上です。はーい。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。
でした。乗車拒否されました。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。乗車拒否されました。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。電車に乗れ。